パウル・ドラガルド、パウル・ドラガルド、ポール・デ・ラガード、1827年11月2日1891年12月22日は、ドイツの東洋学者、政治思想家、求心的保守主義者を主張し、反ユダヤ主義を主張した。ベルリン大学、ハレ大学、ロンドン大学、パリ大学で進学と東洋語学を習得した。1853年、 ラガルドは自らを、求心的保守主義者と呼び、合理主義や近代主義の侵入によって、ドイツ精神が腐食しているなどとして、プロイセンのユンカー支配、官僚性、資本主義化を批判しドイツ人によるドイツ信仰を主張した。1854年、大ドイツ中央帝国として統一ドイツを主張。1869年に、ゲッティンゲン大学教授となった。ドイツ書では、 ドイツ性は地の中にではなく、気質の中にあるとして、内面的、霊的態度によるドイツ国民の霊的再生とドイツ民族の活性化によるドイツ統一を目指した。ラガルドは、パウロによって、キリスト教はヘブライの立法の中に閉じ込められ、ルター派は腐った異物であり、カトリックはあらゆる国家とあらゆる民族の敵であると、伝統的キリスト教を批判した。 ラガルドは、神の王国とは民族にあるとして、原始、キリストの霊性に基づくゲルマン的キリスト教を主張した。ラガルドは、初期ヘブライ人を称賛したが、ユダヤ人は、立法と教義によって化石化され、近代のユダヤ人は、真の宗教を欠落させ、物質主義的な欲望によって、陰謀を巡らすような悪に転落したと批判し、ユダヤ教の破壊を主張した。また、 ユダヤ人がドイツ人になりたいのなら、なぜ霊的価値のないユダヤ教を捨てないのかと述べ、人間はバチルスキニア、専門中と談判するのではなく根絶するのだとし、ユダヤ人をマダガスカル島への追放を主張した。このラガルドの提案は、ナチスのマダガスカル計画に影響を与えた。ただし、ラガルドは宗教的な見地からの反ユダヤであり、 人種的な見地からではなかったとモッセは言う。ラガルドはユダヤ人以外にもスラブ人は滅ぶべきだし、トゥラン人種であるハンガリー人は滅ぶだろうとした。ラガルドは世紀末ドイツの青年運動やナチス党のアルフレート・ローゼンベルク、アドルフ・ヒトラーに影響を与えた。その他、作家のトーマス・マンはラガルドをゲルマニアの教師と称賛し、トーマス・カーライルや ジョージ・バーナード賞などのイギリスの作家もラガルドを賞賛した。また哲学者、パウル・ナトルプ、トマーシュ・マサリクもラガルドを賞賛した。ありがとうございます。